皆様こんにちは。世界を変える100人の働き人です。東北地方を大きな地震と津波とそして原発事故が襲ってからもう11年になります。この間少なからぬ若いお医者様たちが東北に駆けつけ、そこに住み着き、人々のために尽くしていらっしゃいます。今日のゲストもそんなお一人、南相馬市でメンタルクリニックを開業していらっしゃる堀有信さんです。堀さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。後ろの写真がクリニックですね。はい、そうです。堀メンタルクリニックと看板が読めます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。堀さんは1972年のお生まれ。はい、そうです。それで311のあとすぐに福島に行かれたんですか？1年遅れて、私は2012年の4月からということになりますね。はい、その時にはクリニックをパッと開業したわけじゃなくて。最初は精神科の医師ですので、地域の精神科の病院が震災で一時休業になっているものを再開させるという、はい、そこの手伝いを最初いたしました。そこに、でもなぜまた東京生まれ、東京のお育ちでいらっしゃいますよね。そして東京でお医者様としてお仕事なさってたのに、どうして福島に行こうと思われたんですか？今に思えばだいぶ気持ちが高揚していたのだと思うのですけれども、これは本当に世界全体が大変なことになってる、そこにしっかりコミットしたいっていう思いが何よりでした。原発事故っていうのがですね、社会のいろいろ複雑な問題と関わってしまうだろうと、そうすると自分の専門に近いところで貢献できるところもあるのではないか、そういうことは考えていました。そうですね。震災直後、特に直後は精神病院が大変な状況になっているというのはニュースなどでも流れてきていましたけれども、いかがでしたか？そうですね。精神科の病院がですね、原発の近くに設置されていたんですね。で、原発から20キロ圏内っていうのは全て避難指示が出てたんですけれども、そこにあった病院は全部未だに開業できずということに続いています。で、20キロから30キロ圏内に1軒ありまして、そこを災害させるということで私もお伝えしたのですけれども、精神科の医療はしばらく空白に近い状況が続いたというふうに言われています。そうですか。それは、本当に貴重な お働きだったと思います。そして何年か病院で勤務なさってから今のクリニックを開業なさった。そうですね。3年間そちらの病院で常勤で勤めて、はい、入院診療、外来治療、当直などをやりましたと、1年間は少し緩い立場で非常勤の非常勤の立場でこの辺りの医療機関をいくつか掛け持ちするというふうにして、ちょっとどうしようかなとしてたんですけど、その後に、1年間非常勤の期間を置いてこちらを開業いたしました。はい、なるほど。やっぱりその311の災害、大災害の影響で心のなんか不具合をきたしている方々とか多かったんですか？そうですね。皆さんの災害の心の傷というとですね、その311、その9世紀にドーンと受けたことのトラウマというのを最初に連想されると思われるんですが、その影響そのものもあったんですけれども、放射線災害というのは地域に非常に強い混乱をもたらしますので、その3年4年という経った時点でも地域生活は非常に混乱したままなんですよね。そうそう、
で、そういう生活がずっと続いていくっていうことですから、本当に心のケアと毎日の日常生活で感じているストレス、それの影響の区別というのが、わからなくなってくる。まあ、とにかく強い大変な状況が続いているっていうふうに考えていました。私も東京に住んでいるんですけれども、8歳の年の4月ぐらいにですね、近所の心療内科に行ったら、東京でもですね、311の後、うつ持ちの方がうつをちょっとこじらしてLINE なさる方が増えたっていうふうにおっしゃってました。だから元からそういう、うつをね、持ってる方なんかも本当にしんどい思いなさったと思いますけれども、地域の人間関係がこう変わってしまったりとか、あるいは災害住宅に移られたりしたり、家族関係が変わったりとか、そういうのでやっぱりしんどい思いをなさる方が増えたってことですか？そういう方はかなりおられたと思います。特にですね、影響が顕著だったのが、高齢者、認知症のある方々で、特に私、最初の3年間ですね、精神科の病院に勤めてた時に感じてたのですけれども、皆さん、なんと言いますか、地方で農家とかやりながら、畑耕しながら、田んぼやりながら、毎日同じ仕事して同じ人間関係をやってって、で、まあ、のんびりと暮らされてた方がですね、突然避難指示で引っ越さないといけない、で、仮設住宅に暮らすようになる、で、例えば孫の代まで含めて3世帯の大家族で住んでたような人が、子供や孫を放射線が心配だからといって避難する、おじいちゃん、おばあちゃんだけで仮設住宅などに暮らしている、1年持った、2年持った、3年経った、4年経ったという中で、だんだん認知症とかいろんな機能が衰えている方が増えてきて、で、精神科の病院に相談に来るときというのは、徘徊してしまう、興奮してしまう、で、行動異常がひどくてどうしようもならない。夜中におじいちゃんが起きてですね、南の方、要するに自分が避難してきた20キロ圏内に戻ろうと歩いていこうとするのをおばあちゃんが必死に止めるとかですね。で、それが毎晩でもう成り立たないっていうことで入院させてくれっていうようなことをお受けする。まあ、そんなケースがとても多かったですね。そうですか、そうですよね。ガラッと生活が変わり、そして畑もなくなって、土をいじるとかいうこともからも遠ざかってしまってとか、大問題ですよね。そうですね。若くて元気な人ですと、それをやっても生活を立て直すっていうことができるのかもしれないのですけれども、もう高齢者にとってはそれが非常に難しい、苦しいっていうことがあったと思います。なるほど。で、8歳直後の数年と、もう11年経つ今では、患者さんとかこう変化はありますか？表面的にはですね、震災のことはどうだかわからないっていう感じですよね。最近でやっぱりコロナの影響なども大きいですしね。放射線の体への直接的な健康影響もあるんですけれども、時間が経つにつれて、普段の生活から私たちストレスとか有害な物質にさらされてないわけではないので、区別がつかなくなってくるっていうか、分からなくなってきてるところが多いかなとは思います。ただ、放射線災害の、もう少しご説明ください。放射線の影響っていうのは、除染とかしてるわけですよね、南相馬市のあたりだと徹底的にね。で、線量、事故の前には戻っていないところが多いと思うんですけれども、だけれども、例えば日本の中の岡山県のどっかなんかよりは、福島の方が低かったりとかね、そういうケースもいっぱいあるじゃないですか。だから放射線のその健康への影響っていうのは
やっぱり考えた方がいいんですか、今でも。私は直接的な健康被害っていうのは、ほぼ考えないで済むような線上にまで落ちてるというふうに思います。そうですで、ね。はい。そのこれ他も、のいろいろな有害なものに取り囲まれてるっていうのは、例えば何でしょ皆さん普通にお酒、タバコの使ってう。らっしゃる。あ、そういうこと。はい。普通に車運転しても事故に遭うかもしれませんし、排気ガスも。あ、そういうことも含めてですね。そういう、なんていうか、いろんなリスクの中にもう埋没して、そうですね。ということでも、地元の皆さんの意識の中でどうですか？埋没してますか？被爆の危険という、リスクというのは今。これもここで暮らしてる人はそれほど突き詰めて考えてる人も考えてない人もいると思いますけど、ここに暮らしてる人はそれこそあんまり見ないようにしてるというか、考えないで過ごしてることが多いと思いますね。ね、そっか、そのクリニックでをなさっていて、とっても地元のねに頼りなにされてると思うんですけれども、そのクリニックの院長さんとしてだけではなく、他のいろんなこう地域で活動なさったりもするんですか？例えば行政と一緒に何かやったりとか。特に震災後最初の時の方が熱心にやっていました、保健師さんと一緒のに被災された方を訪問する活動であるとか、そうですね。あとは、NPO などをやって、ちょっとした健康の相談会みたいなことや健康づくりのイベントなどを企画して運営してたっていうこともあります。で、最近はやっぱりそこら辺の数は減ってきまして、依頼があった場合にご協力させていただくっていう形にして、ここのところは過ごしています。そのメンタルの面の、なんていうか、支えがすごく必要だったんじゃないかなって思いますので、本当に堀さんみたいな方がね、そうやって福島に行ってくださってありがたいと思いますけれども、堀さんはご本をお書きになるんですよね。3冊あります。これが「荒野の精神医学」、これが福島に行ってという、そういう章もありまそうです。すね。ね、実際活動しながら考えそのて場で書き留めてね。るみたいな文章を収めていただいてます。それがとっても、なんていうのかね、その私なんかが本当に若い40そこそこで、こう自分が役に立つのであればと南相馬に行かれた堀さんなんか本当にありがたいと思うけども、そういうふうに思われる自分って、思われるであろうと考えてる自分っているよねとかね、そういうのを書いてあったりして、でそこからこう施策をこう掘り下げていくんですね。そういうところがね、すごくこうなんていうか迫ってきました。それから2冊目が「日本的ナルシシズムの罪」。実は堀さんはこのナルシシズム、日本的ナルシシズムと、名付けたその病理を中心に研究をなさっているんですね。興味を持って一貫して調べたり考えたり、書いたりしております。そしてこれが3月3日に出たばっかりの「ナルシシズムから考える日本の近代と現在」という5本です。日本ナルシシズムっていうのがね、こう2冊の本に共通しています。ですから
今日は、この本中心になんですけど、い。日本的ナルシシズムとは何ということをお話しいただきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いしおま願いしす。ます。ナルシシズムって日常語で言うと、うぬぼれとか、まあそうですそうね。いう意味ですけども、心理学ではどんなふうに一言で定義したらよろしいんでしょうか。なるほど。人からどのように見られているのかということに、過剰にとらわれてしまう、過剰に影響されてしまうような心理状態ということで、まずは良いかと思います。人にどう見られているか。でもやっぱりどんな人でも少しは程度の差こそあれ、そういうことは考えるんじゃないですか。おっしゃられる通りです。程度の問題というところがありまして、それが甚だしいと病理的になりますし、ああ、そういうこと。正常なナルシシズムってあるんですか。もちろんあります。健康なナルシシズムがあるから人間頑張れますね。なるほど。そしたら日本的ナルシシズムとかナルシシズムと言っても、それを全否定するのではなく、これが健全な状態にあるかないかそうですで、ね。どうもないよ、健全な状態ないよっていうのが、例えばいろんなエピソード、患者さんのエピソードを、そのまんまでは、カルテそのまんまではないと思いますけれども、そういうのでお書きになっています。で、どういう時にそのナルシシズムが問題になって、人が健やかに過ごせなくなるんでしょうか。一番最初に黄色い本の方で書いたのが、周りの期待から裏切れないので、周りから自分に向けられる期待を裏切れずに、へとへとに疲れ果てても働き続けて、うつ病になったり、具合が悪くなるような症例ですよね。それが過剰にそうです、そうです。人から、じゃあ真面目な人がうつ病になりやすいって言いますけれども、俗にそうですそういね。う感じにつなが通じますかね。真面目な人がうつ病になりやすいっていうことの先行研究が、ドイツのテレンバッハっていう人とか、そういう研究があるんですけれども、そこで書いたものを、書かれてたものを、私なりに現代の精神分析の理論で読み直したっていうようなことを、意識してした仕事ではあります。なるほど。そのとこの、ご本にも出てくるね、テレンバッハという方の学説って、私も大変興味深いなと思ったんですけれど、仕事をして、その成果を上げて、なんとか評価されたいというのが、行き過ぎちゃうと、なんですか、心のエネルギーが枯れるんですか、それとも肉体的なエネルギーが枯れて、それで鬱になっちゃう、調子悪くなっちゃうみたいな。むしろなんて言いますか、普通に名誉欲にとらわれてるっていうよりは、本当にもっと良心的な人もこの概念には含まれてるんですよね。もっと身体感覚に近いと言いますかね、本当に信用してる仲間とか取引先から期待されると、その期待に応裏えられ切れないない。ことが、辛い。辛いと言いますか、もう身を引き離されるようになると言いますか。そういう話はよく聞きます。それがナルシシズムのという病理。あえてそこをそういうふうに読み込んで解釈しました。つまり、ある面、大人になることはですね、人間関係のしょっぱい部分のこともあることを理解するということですよね。自分が
裏切られることもあるし、裏切ってしまうこともあると。裏切るまでいかなくても、期待に応えられないことはもちろんあるわけですよね。で、そこで、できません、休みますっていうふうに言ってしまえば、当然人間関係悪くなったり。評価落ちますよ落ね。ちますよね。で、でも、なんでしょう。現実生き残るためには、名誉や信頼を手放してもそれを選ばなければいけないっていう選択を主体的にすることが、大人になるためには必要な部分もあると思うのですよ。じゃあ、ナルシシズムもそうやって成熟すれば良いということですか？おっしゃられる通りです。つまり、ナルシシズムといっても、なんて言いますかね、自分のことを評価している軸をたくさん持ってると安定感は増えていきますよね。で、単一の職場の、単一の結びつきだけが自分を支えているとなると、何があってもそこを離れられないですよね。そうですね。一本足で立ってるよりは3本4本そうです、そうです、そうです。あるっていうことですか。そうなんです。だから、会社の他に、普通に家庭がサポーティブで、まあお父さんとか、まあお母さんと、会社でそんな出世しなくてもいいじゃないと。お父さんお母さんが元気でいてくれる方がいいよっていうのがあれば、その会社だけの期待の一本足で、やっつけられるっていうことは、起こりにくくなってくると思います。子供なんかの場合は学校でうまくいかなかったり、特にそのいじめにあったりして、そうすると一本足打法に近いですよね、子供ってね。なそうかでなすかね。他に場所がなくって辛くなっちゃうとか、そういうことがあるのかな。じゃあ、その自分にもダメなところがある、自分もくたびれることがある、それを認める、受け入れるっていうことが、ナルシシズムの成熟ということです。いいんですか？必要な条件ですね。自分の、テレンバッハの言い方で、自分についても他人についても人間関係の、否定的なことがあるのを受け入れられないですかね。もう完全に綺麗で正常な世界ばっかりを作ろうとしちゃうっていうような言い方はもうされてるのですよ。今話題になっている濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」という映画を思い出すんですけれど、カンヌでね、脚本賞とか取って話題になっていますけれども、ご覧になりました？拝見して、とても面白い映画だと思いました。ネタバレするとよくないんですけれど、主人公の男性はもうなんか絵に描いたようなうまくいった言っている夫婦なんだけれど、奥さんに主人公が認めたくない裏面がある。で、それを見て見ぬふりする、ないことにするというのを続けていったがためにと言っていいのかな、奥さんを亡くしてしまいます。奥さんが死んでしまいます。で、その人がこう物語が進んでいくと、もっとその自分のその奥さんの、裏面のある奥さんとこうもっと喧嘩すべきだった、怒るべきだったと言って涙を流す。つまりその奥さんの裏面が自分を傷つけてるんだけど、それをこう認めないでね、見ない、目をそらしている。でもそれが良くないんだっていうことに気づくっていう、そういうお話、もっと複雑な豊かなお話なんですが、そういう一本あるじゃないですか。大事なポイントだと思います。それをテレンバッハのそうですね。都合の悪いことはなかったことにするみたいなね。汚いものを全部排除しちゃうって、これ、精神分析家のアブラハムっていう人が言ってるのをテレンバッハが引用してるんですけれども、まあ、そこら辺は どうでもいいかなと思いますけど。
それになんか通じるかなって思いました。だから、おっしゃられる通りです。ですがですね、ちょっとここも細かい話なんですけど、ドライブ・マイ・カーの主人公が、巻き込まれている水準の話ですと、ナルシシズムではあるんですけれども、私はそれを罪とまで告発する気にはなれないのですよ。あの水準であれば、なんというか、真面目に誠実に一生懸命生きている人の、それでも経験せざるを得ないことっていう感じなんですけれども、遭遇しちゃうね。なるほど。なんでしょうね、日本的ナルシズムの罪とまで罪。言い切ってしまった時には、これそういはうふうに何？真実を見ないで蓋をすることこそが大人の知恵なんだと言いますか、処世術なんだとか言って、見ようとする真面目に真実に関わることの痛みとか、苦しみとか青臭さというか、真実を求める心が、なんかダメなことみたいに、見下しちゃうような価値観といいますかね。むしろ積極的にそういうのはを否定するっていうことですそうか？ですね。そこまでいっちゃって、そういう価値観で回していくとなるとですね、私はそこには罪と呼んでもいいニュアンスがね、加わってくる例えと。ば具体的な例をパッと挙げてくださいと言っても難しいかもわからないけど、罪とまで言ってしまう日本的ナルシシズムって、例えばどんなことをイメージすればいいでしょうか？例えば、日本人の痛みとしては太平洋戦争で、たくさんのアジアを中心とした人を殺してしまったみたいなことがありますけど、そういうことをちゃんと、その痛みを感じないと、日本人なかなか国際社会の中で、国際社会つけなくても人間らしくならないんじゃないかなと思うんですけど、そんなこなるほど。とをほじくったり考えないで、うまく回していくことこそが正しくて、そんなの知ろうとしようとするのはどうかなみたいな、反な日っるて呼ばと、れます。はい。反日と呼ばれます。そうですよね。徴用工問題とか、私は慰そう安な婦る問題とと、か。そういう方、おっしゃられる通りで、私はそういうのを日本的ナルシズムとなるほいどうふうにね。は思いますね。なるほどね。それが日本的ナルシシズムの罪と言ってもいいんじゃないかと。けれども、さっきの映画のように、都合の悪いものはから目をそらすという弱さは私たち持ってます。罪とは言わ、罪からその弱さまでいろんなグラデーションがあると思いますけれど、で、そういうなんていうか、なかったことにしてコンフォータブルに、とにかく今いればいいみたいなね、そういうところがあって、これ全部全てのレンジで見たくないものも入れて、それでこれをどうしようかって考えるっていう、あんまりしないっていう時があるかなって思いました。そうですね。だからこれ、どこからが許容される線で、どこからが咎められるかなんて、明確な基準がですね、あるわけがないので、もう私がどこからを許されると考えて、私はどこからは罪だと思って告発するべきかって、私が個人の責任で考え個て人、発言して行動するだけのことですよね。堀さんのご本で、やっぱり一つ目指されているのが個人という基準です。で、私たちがどれだけその個人という基準で考えたり決断したり責任を持って選択したりしているのかっていうのをね、なんか曖昧にしといて、いいところもあると思うんだけれども、やっぱりその個人が問われる時ってあるよねっていうことをおっしゃってるように思います。おっしゃられる通りですね。普通に
実務的なレベルでですね、私たち精神医療で入院してると、入院に同意しますかっていうサインを患者さんにしてもらわないといけないんですよ。あるいは、本人が入院したがらないけれども、どうしても入院が必要な状態で、そういう場合、近しい家族の方に入院の同意する人になってもらって、個人として証明してもらわないといけないんですよね。そうすると、自分が入院を同意したってことで、その後関係が悪くなるかもしれないっていうことも懸念されるんですけれども、まあ、精神科の病院に入院すると、かなり自由が制限される生活を一定期間、まあ、強いられるわけですよ。それに同意するか同意しないかっていうところで、個人の資格でサインしてくださいっていうことが行われて、それをお願いする立場っていうのを、開業する前では日常的にレギュラーでやっていたのですよね。そうですね。そうするとですね、そもそも個人として同意をするっていうこと自体で、止まってしまうと言いますか、そんなことっていうふうにですね、思われる方がたくさんいるわけですよね。なんで私がそんな決めなきゃいけないんですかみたいな感じですか。ああ、そっか。だけれども、自分が責任を取らないという一般的なことで言えば、この家族は今はちょっと入院した方がいいとは思ってはいるわけですね。そうです、そうです、そうです。だけど、その責任を引き受けるのは戸惑っちゃうっていう。ことが、そういう方もおられます。なるほどね。そういうことが問われることがあるっていうことですね。ちょっと補足させていただきますと、今、まあ、精神科の入院医療って特に普通に考えると人権侵害にあたるようなね、行動の制限というのが関わるので、そういうのが、そういうことが突出して目立つような事柄なんですけれども、やっぱり民主主義とかですね、西洋由来の社会の仕組みって、個人がちゃんと決断するとか意思表示するっていうことが前提で、機能するように制度ができてるんですよね。でもそれなのに、その制度に適合するような個人としての意思決定とか発言っていうものを、そういうのをする能力を、ちょっとそういう能力を育むのを私たちの社会、サボり気味なんではないかという思いがありまして、それは政治含めいろんなものが機能しなくて、残念なことが起きてしまうんではないかっていう、そういう問題意識がありました。それはその福島に行く前からあ、そうそういでう。す、そうです、そうです。で、福島で今この復興に向けてね、11年皆さんと一緒にやってこられて、そこでもそういうなんか日本的なその個人が立っていないということの弊害とか感じられることはありますか？たくさんありますね。たくさんある。そっか。でも制度とかはあっても、やっぱりその個人が立っていなければダメっていうことなんですか？そうですね。日本的って言ってしまいましたけど、政治をはじめ、西洋の個人を基盤とした制度を入れましたけど、その制度をちゃんと運用するようなマインドを作るようにしてないので、変なことがいろいろ起きてしまってるなと言いますかね。震災に関することで言うと、やっぱりですね、例えば地域に残った人と避難した人っていうのの関係性が難しくなるっていう時は時々あるようには思うのですよ。とどまるのも逃げるのもそれぞれの人の責任そうでとす。判断と権利で認め合うっていうのは、個人の概念がしっかりしてる方が、そこは違いを認めやすいと思うのですね。そうとでころすが、ね。自分の陣営に属する人かどうかっていうことこそが重要っていうふうになってしまうと、とどまった人と避難した人の関係性が難しくなりやすいっていう、そういうようなことは、比較的、
目にすることがあったように思います。なるほどね。実は数日前に福島2区から衆議院議員になられたはい。馬場雄基さんというはい、はい、はい。なるほど。若い議員さんのインタビューをしたんです。はい。で、彼は8歳の時に18でもう東京の大学に進学することが決まってたんですね。ですから、もう8歳直後に上京してしまったと。で、なんかね、やましい感じがあって、どうしようどうしよう、でも学校始まるしみたいなね。その現地でが地元で頑張る人たちから抜けてしまう自分をやましく感じる、そういう仲間で居続けないということの内面化するね、そういうのが馬場さんのお話からも感じられました。ですので、本当にあの時期を離れたってことについて、その馬場さんのように心にどっか罪悪感というか申し訳なさを抱えている方というのは少なくないですし、そういうのを抱えた方がうつ状態になった時にはそう思わなくていいんじゃないかっていう話をするんですけれども、なかなかそこはピンとこないっていう方も少なくないですね。だから言ってみれば良心的なんですよね。おっしゃられる通りです。だから美質でもあるわけですよね、そういうことを気に病んでしまうっていうのはね。そうですね。もう本当にこれも何がいいのかですけど、近しい時期ですとね、ウクライナの大統領が何があっても自分はキエフから避難しませんっていうことが非常に輝かしい立派なこととして報じられてて、それがそうだと思う反面、私としてはちょっと複雑な思いもあのニュースを見ると感じているというのが実態なんです。そうですね。60歳までの男性は、18歳から60歳まででしたっけ、は国外に出てはいけないという命令が出て、で奥さんと子供だけをの逃す男性たちが、駅で別れを告げているなんていうのはありますけれども、やっぱり複雑ですよね。そうです逃げね。るんで、だったらはい。逃げた方がいいけれど、でそれを勇敢に祖国のために命を懸けてっていうのを称賛するとか、そういうのってちょっと抵抗があったりするのは良くないのかな。いや、ここ本当に難しいところでで、すそれこね。そ福島の復興の時も、奥さん子供を違う地域で暮らしながらお父さんだけこっちで住んで働いてるなんて人はたくさんいて、いました。じゃあそれなしにしてですね、そういう人いなかったらどうなってたかっていうと、まあ復興してませんねっていう感じですよそうね。ですよね。いや、私は残る、あなたは避難するっていうふうに認め合うことがなかなかできない、情緒的なつながりっていうのが日本人の場合強い。そうですね。まあ、今回ね、別に日本人ではなくても、ウクライナの人たちが強いこともよく分かったんですけれども、怖いのは一本足打法になりやすいんじゃないでしょうかね。情緒の支えがそこらかになっちゃってるみたいな。になると、なかなか厳しいと思います。そうですよね。バランスということですか。どういうふうにすれば私たちそのナルシシズムをね、罪の方に落ちないで、その成熟させていくっていうのはどういうふうに考えていったらいいんでしょうか。いろんな集団、まあ、家族だったり、
複数の集団、学問だったり、趣味だったりっていろんなつながりを持つっていうのは大事だと思いますけれども、本に書いてきたところでですね、テーマにしてきたのは、まあ、本なんでちょっと学術的な方向なんですけれども、特定の集団、まあ、地域とか会社とか国家とかを超えた、もっと普遍的な価値っていうのに、もうコミットするというのも、一つ、ナルシシズムの罪というところを超えるためには、有効なツールになるかなと思うのですよね。普遍的な価値と言いますと、例えば何だろう。日本人はあまり宗教とか熱心な方はおられるけど少数ですし、宗教なんかもそれになりうるんですか？なりうると思います。ですから、正直日本で大きな宗教が十分機能してくださってないんじゃないかって思いも、それも今の時代にはつながってるかなとは思いますけど、なるほど。でもそこまでいかなくても、ちゃんとした科学的精神とか、基本的人権とか、順法精神とか、そういうのも、なるほどね。この本、ご本の最初の方だったかな、すごく面白いね、原発災害にまつわる面白いことをお書きになっていました。系列1と系列2というふうにすごく面白い分類をなさっています。系列1は良い原子力、原子力は良いものとして、で系列2は原子力は悪い原子力です。と良い原子力の系列1の方は、この強力なエネルギーを保持したいと考える。悪いと考える系列2は、強大な破壊力を汚れとして払いたい。そして良い方は、国策と伝統は無謬である。国がやってきたこととか伝統はに間違いはない。で、系列に悪い原子力と見る方は、国と権威者たちは失敗と迫害を隠している。で、系列1は良い原子力の方は、経済的優位性の確保、系列には経済的搾取と格差の拡大を原子力は招いているんだと。で、良い原子力の系列1は、原発事故の否定的な影響を否定する。で、系列に悪い原子力と見る方は、原発事故の否定的影響を強調する。特に系列1では、放射線の直接的なと健康影響を否定する。系列2の悪い原子力の方は、放射線による健康影響を強調する。で、系列1は帰還、避難していた人も帰ってくるべきだ。で、系列2は避難したり、積極的に避難したり、帰るのも躊躇したり。で、系列1の良い原子力の方は、原発再稼働を望む。系列2の悪い原子力の方はもちろん反脱原発で、この系列1はそっくりその保守という方につながり、系列2はそっくりリベラルというふうに紐付けられるというふうにね、私もこれは実感いたします。2つのチームに分かれちゃうんですよね。そうですよね。これは分かれてしまって互いに非難の応酬をしていると話し合いができませんよね。おっしゃる通りですね。10年間何やってたんだろうかってちょっと寂しくなる時がありますね。でもね、地元ですと、福島の地元ですと、そんな対立なんかしていられないので、それぞれの考え方は別として共存していく、話し合ったりするとか、そういう何て言うか、モチベーションとかあるんじゃないですか？少ないですね、そういうことを少考なえいるです方は。か？なかったことにして、考えなかったことにして、実務をひたすらこなしていくっていなうるほど。スタンスになると思いますね。なるほどね。私は何回か福島ダイアログというのに参加しました。あ、そうですか。
安藤さんたちのやってるはい。やつですね。で、はそい。こでですね、結構言い合う。まあ、そういうのはね、わざわざそういうふうにこう場をしつらえなければ出てこない、その本音や深い話、その自分でこう孤独に考えた言葉のなのかなって、今お話を、あんまりそういう話しませんっていうのを聞いてね、思ったんですけれど。私も福島ダイアログ何回か参加したことありますし、お会いしてないですよね。多分その場では会ってないと思うんですけれども、はい。すれ違ってるかな。はい。あと、でも、ね、中心的に頑張ってる中の安藤涼子さん、はい。私は非常に尊敬してますし、はい。立派な仕事されてて、あのはい。方や周りの方の能力によって、やっぱりでも実現してるところが大きくそうでて、す。必ずしも一般的になされることではなくて、みんな自分だけの思いを抱えたまま、ひたすら働いてたっていうことになってそうることの方がか。多数だと思いますね。なるほどね。なるほどね。で、この系列1と系列2はですね、福島の外でも当然こうあるわけなんです。私は脱原発、反原発の方なんですけれど、例えば子どもたちの甲状腺がんですね。甲状腺の検査っていうのは、まあ希望者だけが受けるようになっているとはいうものの、なんとなく今まで学校でやってきたし、あんまり考えないで受けちゃってというケースもよく聞くので、あれはちょっとやめた方がいいんじゃないかなっていうね。あそこで見つかっている甲状腺がんというのは、被曝の影響とは考えにくい種類や出方であるというふうに考えるんですね。そうするとやっぱりその脱原発のグループの中では、何て言うか、居心地が悪いわけなんです。これはどうしていったらいいんでしょうか。やっぱオープンな話し合いってできにくいです。いや、本当にですので、これやっぱり、私の立場はやっぱり池田さんに近いと思うのですけれども、甲状腺がんの方の話を含めて、放射線の2011年の事故で出た放射線による直接的な健康被害は、幸いなことに、非常に低いレベルというか、ほとんど考えなくていいレベルで、収まったっていうことを科学的な結論として良いと思っております。で、これは別にだから事故が起きてもいいってことではなくて、今回いろいろラッキーで、風向きの関係で海の方にほとんど行ってくれたとか、やっぱりチェルノブイリの時に比べると、日本の経済社会状態が落ち着いてたので、食べ物の流通がしっかりコントロールされて、野生のですね、果物とか食べて過ごしてる人がほとんどいなかったっていうような状況。まあ、それからやっぱりコントロールするために、とにかく一生懸命いろんな人が頑張ったっていう要因があって、健康影響が低いレベルになりました。それで非常にわかりにくいロジックですけど、甲状腺がんのために超音波のスクリーニング検査を大規模にやることは、むしろその対象となっている子どもたちの健康に負担となっている可能性が高いということになって、私もその結論に賛同している方なんですよね。ただそのロジックは、一部の反原発を強調する人からは認められないと。むしろその政府によるその被曝の実態隠しに同調するものだというふうになってしまってるのですけれども、私はここは反原発の人たちにちょっと頑張ってほしいところなんですよ。やっぱり私の立場からすると、そういうふうにすると、もうある面、数の力で理屈をやっつけちゃうっていうことを反原発派がやってしまうことになるんではないかと。
そうですそうするね。と、数の力で何かをね、押し通そうとする政治家であったり、一部の資本家であったりっていうことを、と同じことをやってしまった同場じこ合、とやった。一時的な勝利を得られたとしても、精神的に同水準のものになってしまっては、本当に目指すことを達成できないんではないですかという思いがありますね。そうですで、ね。逆に、行き過ぎた反原発の人たちが、福島県であるとか、その地域の、もう民族的な精神を侮辱するようなことを、どんどん言ったりやったりしてくれるわけですよ。そうすると、復興の実務に関わる、マインドの強い人たちからすると、あの人たちはよくわからないことを言って、自分たちを侮辱して、仕事の邪魔になるようなケチをつける人たちだから、そういう人たちには関わってもらわない方がいい、入ってもらわない方がいいっていう反応を呼び起こしてしまうのですよね。私としては、反原発、脱原発を目指す人が、本気で社会を良くするっていう意図でやるんだとしたら、力押しするような、自分たちが攻撃してる人と同じことをしないでほしいと。で、自分と違う立場の人たちとも、ちゃんと対話交流のチャンネルを持ちながら、自分たちの活動を継続するっていうことを重要視してもらいたい。そうでない限り、その運動の価値が下がってしまうのではないか。支援する人が減ってしまうんではないかっていう思いは、ずっと感じております。けれど今また甲状腺がんとされて手術したような方々の訴訟が起こったりしています。この問題はちょっと根深いですね。日本は福島は頑張って時子どもたちを守りきったと言えるんですよっていうことがね、発災から1年目2年目にだんだん分かってきたんだと私は思ったんです。私も最初の原発事故が起きた時には本当にヒーッとなっちゃって、もう本当に夜も眠れなかったんですけれど、子どもたちを守りきったんだってこう1年目2年目思いましたね。それを私の周りの人たちと共有できたかと思ったら、共有してくださる方がね少なかったんです。それは騙されてるんだとかね、いや国際機関でそう言ってるとか言っても、それもやっぱり国際原子力村の、一環なんだからっていうふうに言われて、こうなんかイデオロギーとしてあちらの体制の側が言っていることを鵜呑みにしているというふうにね言われちゃって、なかなか今でも対話が難しいです。そうですね。例えば私なんかそういう方々向けに放射線の直接的な健康被害が乏しかったとしても、移住避難、強制的に人が引っ越さなければならなかった、そんなことによる間接的な健康被害なんて本当にたくさんあるので、裁判を起こすんだったらそっちでいかがでしょうかっていうのが、思うんですけれどいやも、本当ですよね。病院とか介護施設とかなどから避難命令が出て移動できずにたくさんのお年寄りが命を落とされました。もう関連死の本当に痛ましい、もうそれがたくさんものすごい数あるんですよね。いやだからその辺のところが何ていうか、それとか生活習慣病がすごく増えたじゃないですか。でそういうのとかで、一時期子どもも肥満が増えた。あれはまた学校とか親御さんたちが頑張って、福島の子どもたちの肥満度っていうのはまたね全国平均ぐらいにこうなりましたけれど、一時期全然外で遊べないっていうのはこんなに数字に出るんだなって思いましたけれど、そういうことの何て言うか
っていうのは地味なので、まあそうですよね。これって原発事故のせいなんですよってね、言ってもね、子どもの肥満度がとかね、言っても地味なので、受けない。まあ、甲状腺がんとか言うとね、やっぱり深刻に受け止めていただけるっていうところあるのかな。まあ、でも、残念なポピュリズムですよね、それではね。ポピュリズムね、はい、なんとか堀井さんも頑張ってくださっている、いると思いますけれども、私なんかも微力ですけれども、なんとかこういうことをね、一人でも多くの方に分かっていただきたいなと思っております。すいません、長くなって申し訳ないんですけれども、先ほどウクライナの話が出ました。私ちょっと今日黄色と青でウクライナカラーなんですけれど、なるほど。私も今持ってこないと。いやいやいや なんか侵略戦争、大国の侵略戦争ですとか、あとコロナのね、疫病が世界を襲うとか、歴史の時計が100年ぐらい後戻りしたような、とんでもないイベントが重なっています。で、だから、第一次世界大戦とスペイン風邪みたいな感じなんですね。もう信じられないんですけれども、こんなすごくこうストレスの多いね、強い時代にこう心のバランス保つのが難しくなる人とか増えるんじゃないかなって思います。で、何かね、そういうのでね、ご助言があったらお願いしたいんですけれど。ありがとうございます。と言いますか、もう私も偉そうにこういうふうにやってくださいところじゃなくて、自分がとてつもない強いストレスと言いますかね、この水準になってくると、もうトラウマですよね。ねえ、発表によると、ロシア軍だけで3500人ぐらい死んだとかね。そうそです。んな話を聞いて、そういう映像が入ってきたりもしますし、ねえ、なんだかんだ言って、ロシアは自分たちの国の隣の国ですからね。国境問題とか打ち抱えてますからね、あの国とね。まずは、そういう自分が強いストレスやトラウマを経験してる最中にあるっていうことですよね。だから自分が普段と変な精神状態になりやすいとか変な反応が起こりやすいっていうことを知って生きていくしかないですよね。だから無理せずにちゃんと休業を取りましょうとか、体調を整休えまし業をょうととる。か、親しい人と仲良くしておきましょうとか。でもコロナでなかなかお友達と飲むことも、そうなんです。減ってしまって。そうですね。私も2017年の、西日本大震災、大水害の時にですね、311の時の映像を思い出して、調子こあのよく調子をこう崩してしまったんです。こう思い出してしまって、津波を。なので、ウクライナの戦闘のなんか動画とかはもう回ってきても見ないことにするっていう、そんなことをしてるんですけど。大事だと思います。何と言いますか、スーパーマンのようにですね、素晴らしい対処能力を発揮して、普段以上にバリバリ働ける人もいると思いますし、そういう方がぜひとも必要ではあるんですけど、自分がそうじゃないと思ったらですね、普段より調子悪くてなんかうまくいかないのが仕方ないと思って、それなりにしばらく過ごすということでよろしいのではないかと思いますね。最初のお話に戻りますけど、そういうなんていうか弱さを認めることができるというのが成熟したナルシズム。まあそうですね。現実ですからね。自分の心や体に弱いところがあるっていうのは。いくら否定してもね。ええー、でもそれを
言える環境というのもありますね。そうですね。仕事です。場とかで言えなきゃいけない。ですから、これは落ち着いた時にそもそもで考えるんですけど、関わる人がやっぱり無理しないと維持できないような制度設計っていうのは、最初からあんまりしない方がいいんじゃないかなと思います。そうですね。今度そういうところのお話もぜひ伺わせていただきたいと思います。何か堀さんの方でこれだけはちょっと言っとこうということがおありでしたら。そうですね。ただナルシシズムがね、悪いことばっかりでもなくて、自分の弱いところを認めるのも大事だし、自分の強いところをね、認めるのも大事で、なんて言いますか、現実よりも高すぎても低すぎても良くないのかなと。だから、日本的ナルシシズムって言ったとき、日本を良すぎて考えるのも間違ってますけど、悪すぎるように考えるのも違うかなと。まあ、原始的な日本と日本人ということで、その中で、等身大で、一生懸命取り組んでいけば、だんだん物事を良くなっていくだろうなという、そういう意味では、現実的になるときは、一時絶望やね、失望をもたらすかもしれないんですけど、そこから積み重ねていくっていう気持ちになれれば、希望に通じることだと思っています。分かりました。またいろんな今度はもう少し専門的なお話もね、伺いたいと思います。今日はお忙しいところありがとうございました。こちらことそあてりがとうもございました。元気になりそうです。ありがとうございましよかったた。です。